メイクといえば、リンリンリン、エミリン、バナナ。こんにちは、大松エミです。皆さんお久しぶりです。すいません、ちょっとしばらく韓国とか行ってたので、なかなか動画投稿できなくて、久しぶりの動画になってしまって、本当に、ごめんなさい。ごめんなさい。今、私、すっぴんなんですけれども、すごいボス。ああ、すごいボス。ねえ、本当やだ。私の毎日メイク紹介していきたいと思います。はい、というわけでまず最初は肌作りからやっていきたいと思います。見ていただいたらわかるんですけれども、私すごい肌汚いんですよ。見て見て、すごい肌のくすみとか赤みとか黄ばみとかカサカサとか乾燥とか、あの潤いとかが結構ひどくて、で結構私肌トラブル結構多い方なんですね。肌トラブルを全部解決してくれるのがこちらですね。見えますかね。見えますかね。こちらなんですけれども、マキアージュさんのドラマティックスキンセンサーベース EX のオールシーズン。ピッ、こんな感じで今お肌にのせてみたんですけど、結構色合いがすごい、ほら、すごくない？すごくない？これめっちゃ変わるかな。これ結構なんかテクスチャーもすごい、なんかテクスチャーって感じですごいテクスチャーがいいので、すごいなんかテクスチャー向けの方にはおすすめなのかなって感じなのと、あとこれあのブルベとイエベの人いると思うんですけれども、まあ、ブルベがイエベでイエベがブルベになってる感じだと思うので、マットなんですね。仕上がりがすごいマットで、このテクスチャーがすごいマットです。はい、というわけで塗り終わりました。パウダーなんですけれども、こちらの見えますかね？見えますかね？こちら。こちらなんですけれども。見えます？こちら、塗っていきたいと思いまーす。はい。塗り終わりました。今、実はこれ、こっち半分だけパウダー塗ってて、こっち全く塗ってないんですけど、これ、すごくないですか？方でこっち塗ってない方なんですけど、すごくない？全然違いますよね、これ。ビフォーアフター。ちなみに今回使用させているメイクなんですけれども、実はこちらの下地はファンの方からいただいたプレゼントで、このパウダーは企業のレセプションパーティーに行った時にモビリティでもらった。で、こちら普段使っているこちら化粧水なんですけれども、こちら SK2 さんから直接いただいたものになります。いつも皆さんたくさんのプレゼントありがとうございます。ピッ。はい、そんなこんなでいろいろあって毎日メイク完成しました。こんな感じでーす。フェミニンでガーリーでちょっとなんか大人っぽい感じで今日は仕上げてみました。ピッ。ちなみにビフォーアフターを比べてみるとこんな感じです。全然違くないですか？すごくないですか？これすごくない？すごくない？これ全然違くないですか？すごくない？これすごくないですか？すごくない？え、全然違くない？すごくない？すごくないですか？すごくない？はい、こんな感じで今日は終わらせていきたいと思います。バイバイ。ピッ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 。チャンネル登録よろしくね。はい、どうも、メイクティーバーリンリンリンエミリンチャンネル。